はい、皆さんこんばんは。うさぎ大好き番組うさぎのおめめの第51回目放送が始まりました。はい、この番組は名古屋 IPTV のバーチャルスタジオから私原田とみんなのうさぎ先輩お願いします。お送りします。いや、すみません、季節感ない格好で。ほう、本当だ。あったかいもんね、ここね。なんかね。ということですね。はい。そうそう。ん？ 1 周年をね、先週無事迎えましてね。はい。そう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 。今日からまた。新たな一歩が。ね、気持ち新たに。皆さんと。初心に帰ってね。そう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 。あの1年前を思い出し。初心者になってしまって。若々しくちゃん感じで、ね、頑張りたいと思います。カミカミでいきましょうか。はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。もうたくさん入ってみましたね。うん、うん、なんか難しい名前の人だ、読めない、うん、困ったな、うんうん、はい、はい、では今日は早速そうみんなの投稿のコーナーから。そうなんですよ、はい、今日皆さんね、うん、今日も皆さんからたくさんの、本当たくさんですよね、今日ね、今日むっちゃんこたくさんね、うん、はい、ありがとうございます。はい、では順番に紹介していきたいと思います。はい、まずはあさこさんからの投稿です。あさこさんいるんかな、うん、うさぎのおめめ、はい、1周年おめでとうございました。ありがとうございました。うちに友達のうさぎ、ミニレッキスオス2歳が元気にやってきました。うちのうさお8歳おかまとはなかなかオス同士だからか一緒に遊ばせることができません。新しいうさちゃんってこと？あ、お友達のさちゃん、ね、うん、先週そう言ってた。どちらかというと、うん、うさおの方が噛みついたり手を出したりするのです。他のうさぎにもそうです。ほほん、大きい犬などにはお辞儀をしながら近づくのですが、どういうこと？しかしうさおを出していると、うん、お友達のつとむくんがケージをかじり回ります。すごい。ほう、はい、はい、早速どんな感じか、はい、そうですね、はい、見てみましょう。はい、お願いします。竜巻注意さんがいる。おほう、腹の調子いいっすよ。この子、うん、こういう柄もあるんだね。うん、レッキスでね、ブローク、ブローク、あ、いたいた、あったあった。あ、顔見るとレッキスだわ。うん、お、ガリガリやってる。この子がお友達、友達のウサギは名前がないんだよ。つとむくんじゃない。あ、それがつとむくんか。うん。ここに犬がウサを。あ、そうか、出せれないんだね。うん、ああ、そうそう。ちゃんとさ、ウサオくんは分かってるんだ。お、大きいものには従いみたいな。お辞儀をしながら近づく。そうそうそう。あ、つとむくんですって書いてある。なんか一生懸命見てますけどね。うん。やっぱ遊びたいんかな。じゃないな、ほら、あの、だってあのケージをさ、カジ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 やってんじゃん。うん。あれ、うちのポアロもしょっちゅうやってる最近。何か訴えたい時にやるんだよね。うん。うさおくんは本当知らんかもしれない。あれ、いないんだよね、でもあさこさんね。あ、そうなんだ。うん、まだ見えてないですか。まだ多分。こんなに早く始まるとは思ってなかったんじゃない、きっと。きっとそうだよ。みんな早く来て、来て、来てって感じだよね。なんか言ってる。なるほど。つとむくん。なんかもどかしいね。一緒にさせれないっていうかね。ね、本当だね、うん。なんかちょっと一回見てみたいんだけど、その絡みも。だって噛みついたりするんだよ。噛みついたりするの？危ないじゃん。そうか、危ないね。ね、本当だ。はい。つとむくんの動画は来週も紹介します。はい、ということですね。ありがとうございました。はい、じゃあ次行きますよ。どんどん行っちゃうよ。のりさんからの投稿です。はい、ホーランドロップのうもくん。うも。虚勢済みね。うさんぽ会での仲のいいリトちゃん、うん、これはリトちゃんはライオンラビットの2歳の女の子とのエピソードです。仲良しなんだって。うも、が
キャリーに入っているところにリトちゃんが無理やり入り込む様子です。なんかちょっと危険な匂いがこれもしてきたよ。なるほど、うん、ちょっと見てみましょうね。はい、うもくん、うもくん、リトちゃん、保冷剤を仕込んでる、うん、なんか乗っけてるよ。あ、涼しくて快適って。ってことはまだ暑い時かな。そうだね。ね。じゃあ待ってって言われましてる。自分でなんかやっぱりこう、おー、この子がリトちゃん。あ、そうだね。探してるんだ。どこどこって。彼氏探してるの。浴衣着てるんだ。ほんと可愛いね。どいて。吹き出しがいいじゃん。ねえ、すごい。おお、はい。この後どうなったんだ。おお。この後は皆さんのご想像にお任せしますって感じかな。あ、仲良さげ。すごい。え、男の子と女の子で、あ。いいんだ、虚勢済みだった、うのくん。しかもさ、リトちゃんが上に乗っかってるよ。すごいすごい。これは河川敷なの？あ、なんかちょっとね、見えるね、向こうに。川岸なのかな。出ない。踏ん張ってる。いや、すごい。面白い。お台場なんだって。へえー。あ、そうなの。へえー。あれ、なんか占領されてるよ。やっぱりさ、強いね、女の子はね。うん、面白い。面白かったですね。漫画みたいだった。漫画ですか。ね、うん。そうですね。でですね、こののりさんの動画は来週もまたご紹介しますのでね。うん、はい。楽しみに待ってください。はい。